よ、適当です。今回もゼペットやっていきましょう。はい、というわけでね、何日か前ぐらいの動画で、その敵とこの男の子のキャラとは他に、女の子のキャラを作ったんですけど、まあ、いまいちね、やっぱ服装とかがあの時適当に決めちゃったっていうのもあって、そろそろねおしゃれをさせてあげようかなと思ってます。てか、いつの間にかフォロワー 1.4K なんだけど、やばくない？次 1.5K 目指してるので、よければ、チャンネル登録、コメント、高評価、そしてゼペットのフォローよろしくお願いします。というわけで、今回はこの子のね着せ替えをしていきましょう。イエ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 イ。じゃあショップでクリエイターズとあとは普通の着せ替えがあるんだけど、まずは普通の着せ替えを見てみようか。結構いろいろなね服が頻度高めに出てくるので、おしゃれが楽しめますね。これなんだ、俺さこのキャラ結構見たことあるんだけど、なんか韓国のキャラなのかな、ちょっとわかんないんで誰か教えてください。何のキャラ、なんか BT21 みたいな名前らしいんですけど、あんまわからないんだよね。個人的に俺このなんかお化けみたいなやつが好きですね。そんでやっぱね、俺ダラーンとした服が好きなんですよね。これどうだろう、ちょっとセクシーすぎかな。他はで女の子の服が多いから、多分男キャラより女キャラの方がおしゃれが楽しめると思うんで、どれにしようかな。これ可愛くない？派手だけどマスタードみたいだね。そっかそっか。でも意外とねクリエイターズの方が可愛いみたいのもあるからね。可愛い、何これ、人魚みたいだね。で、まあ、制服はちょっとね攻めすぎかなって。いい年した男がなんか女キャラで制服着せてんのやばくない？なんか犯罪の匂いするからやめとくんだけど、他は何だろう、こういうなんかさタイプの服もまあ着せてもいいんだけど、もっとね俺ダラーンとしたパーカーとかが好きなんだよね。他は何でしょう。かわいい、これでっけえリボンがついてて。他は、あーこれもなんかよそ行きって感じだね。なんか白も可愛いんだよねこの子。ほらこの子白めっちゃ似合わない？白可愛いんだよな。でこれ多分ウェディングドレスなんだよな。ウェディングドレスめっちゃ似合うなお前。すごい、なんか椅子に座ってるみたい。あーアイドル系だね。そうだな、何がいいかな。でも今黒い服着てるからちょっと派手な服もね着せてあげたいんですよ。ちょっとクリエイターズ見ていいですか。クリエイターズのアイテム見てみよう。すごいね個性的。何これ、あ可愛い、これ狐のお面だね。あなるほどなるほど。これは何これ、あ陰陽師みたいなついてるな、よくわからん。これはかわいいこれ買おっかな。ダイヤ 35? めちゃめちゃするじゃん。これかわいい、何これ、あこれ前のコラボ動画でキムノコさんが着てたやつだ。これかわいいな、これも買っていいっすね。これダイヤ2個なんでお得。あとは、ああいいね、羽も3ダイヤでまあ安めだね。これも、ああなるほどなるほど。これは、あこれかわいいじゃん。かわいいクマのリュック背負ってる、しかも結構質感がリアルだね。これかわいくない、これ買おうかな。でも18ダイヤ高え、高いなちょっと。これはでも羽いいっすね、普通に羽はね普通に可愛いと思うわ。もうかこのアイコンからは想像できない見た目。何これ誰、カッパがいますね。あんま可愛くねえな。他はこれなんだろう、何これ人参、あオレンジかな、何これモチーフがわからんぞ。これ攻めてるねこの服、これは攻めすぎかな。あ可愛い可愛い、なんかセーラームーンが私服で着てそう。すごこれ砂に埋まっちゃったみたいな服ですね。他はあーなんかねめっちゃ個性的なのもいいんだよね。あショーパンいいな、あいいいいいい、なんか爽やかで、やっぱ夏なんでね、でこういう感じでもいいよね。その露出じゃないけどできるだけ半袖短パンとかの方が涼しいんでね、やっぱリアリティ出していきたいじゃん。長袖ちょっと暑いよな。シャツもいいね、あシャツかわいい、これこの色合いかわいいね。ショーパン買おうかな、かわいい。てかそっか、クリエイターズ全部ダイヤなんだ。うんうんうん、なるほどね。何買おうかな。絵文字のやつめっちゃかわいい、何これ。これ結構闇深くない？いつもはニコニコしてるけど実は中身はね悲しんでるみたいな、結構闇深い服ですねこれ。やっぱこれかわいいんだけど、ダイヤ18ってめっちゃきついなと思ったけど平気かな。
でもね、18ダイヤってめっちゃ高く感じるけど、120円で14ダイヤ買えるからね。そう考えると、まあ他のゲームとかよりもバンバン爆発的に安いんだよ。そう考えると買ってもいいんだけど、このクマちゃんは個人的に普通に買おうかな。これは1個買おうか。このクマちゃんはとりあえず買いましょう。400、あーどうしよう、どうしようかな。じゃあ250円課金しよう。これで32ダイヤ買えるんで、これちょっと課金しますね。よし、買いました。33ダイヤになったわ。これでとりあえずこのクマちゃん買おうかな。クマちゃんは可愛いんでね。クマちゃんに妖精も可愛いんだけど、他何がいいかな。これ攻めてんもんな。これは何これ、何これどういうこと、何が起きてんのこの服装、意味がわからんな。他でもショーパン普通に可愛いんだよね。どれだっけ、ショーパン、これミニスカートかな、わかんない、どっちか。あんま女の子の服装ね、あんま名前がわかんないんだよね、難しくて。 T シャツ短パンしか俺わかんないから、ファッション。あーでもこういう長いのもいいけど暑いだろうな。やっぱ涼しい思いをさせてやりたいのよ、親心みたいな感じで。そうするとなんだろうな、シャツも可愛いけどこれ隠れちゃうんだよね。あ、なんか韓国語書いてある。これなんて読むだろう。こんにちは、こんにちはかな、わかんねえ。てか韓国語でこんにちはってなんだっけ。ニーハオじゃなくてアニョハセヨか。なんかめっちゃ声裏返っちゃったアニョハセヨか、なるほどね。どうしよっかな。これなんかバレンシアガみたいな靴だな。シャネルかこれ。結構なんかパクリっぽい商品多いんだよな。大丈夫かな。あ、ここに新商品あるじゃん。え、なんかこのアイコン何、ちょっと見てみていい、ポチ。え、めっちゃシンプル。あ、なるほど、バグっちゃってんのかな。これ何、あーこれも攻めてる。なんかやっぱ夏だからか分かんないけど、こう攻めた露出の多い服が多いですね。やっぱ水着が多いね。水着もいいんだけど、やっぱ普通の服をまずは買ってやりたい。あ、これ可愛いな。シンプル、シンプルではないけど合わせやすい。ローラースケートとかこれ履いたらさ、つるーって滑んのかな。そんなことないよね。はい、今ね5分ぐらいお買い物してきて、ちょっとダイヤとかコインのとこ見て、めちゃめちゃ減ってない？結構買いました。もうコインも5000近く買って、ダイヤもね、まあ多分15か20ぐらい使ってます。で、まあ一個一個紹介していこうと思うんだけど、まあ4種類ぐらいしか実は買ってないんですよね。まあまず1つ目、はい、じゃあまず1つ目、じゃん、見てこれこれさ、靴下とか脱いだ方がいいのかな。靴下って言わないか、ソックスね、すいませんおじさんが出ちゃったな。ソックスと、あとね、靴も脱げましょう。靴脱いで、見えちゃうじゃん。あ、見えた見えた。あ、来た。可愛くない？見てこれクマちゃん、これ可愛いですね。これもなんか配信とかの時ね、たまには女の子の格好になって使ってみたいなと思います。そして次、じゃん、どうですか。これね、ちょっと今買ったやつと他に買ったやつと合わせたいんだけど、どれだったかな、これかな、そう、これ。これやることによって身長高くなって、ちょっとお姉さんっぽくないですか。あと服も黒に、なんだろうこれ、なんか夜の街って感じの服で、なんかコムデギャルソンっぽくて可愛くないですか。そして3つ目、じゃん買っちゃったよ、このウェディングドレス。これね、5000コインだったかな。コインで買えるんで、多分みんなもね、すぐ買えるし、しかも可愛いんでおすすめですね。これめちゃくちゃ可愛くないし、全部白って感じで、でこの口のさ、赤が目立って上品ですね。そして4つ目が、じゃん、これね、結構ちょっと個性あるけど、なんか可愛いなと思って買っちゃいました。なかなか可愛くないですか。でも花がね、和風の花がこう散りばめられていて似合ってんじゃないかなと思います。そして、5個目、これ最後かな、じゃん、大阪のおばさん買っちゃったよ、これ水着、大阪のおばさんの水着買っちゃいました。いやー、これね、俺水着1個は買おうと思って選んでたんだけど、結局ね、なんか派手なのが面白いなと思って、ちょっとヒョウ柄の水着をね買いました。どうですか、これでみんな海行きましょう、一緒に。はい、はい、というわけでね、今回はちょっと着せ替えっていうか、その女の子をねより可愛くするために服をね、まあ5着か6着ぐらい買っていきました。最近俺配信してんだけど、そのライブ配信でもね、今度はこの女の子とかも連れてって、こうみんなとね水着を着て
なんかはしゃいでやろうと思いますわ。というわけでよければチャンネル登録、そしてコメント高評価よろしくお願いします。さようなら。